日の出インターチェンジ付近玉川橋大梅トンネル、大梅インターチェンジ側で入り口付近首都圏中央、連絡自動車道を表す。C4 首都圏中央連絡自動車道は、日本の首都圏において、神奈川県横浜市金沢区から、東京都、埼玉県、茨城県を経由して、千葉県木更津市に至り、東京都心からおおむね半径40の 60km の位置を環状に結ぶ。 高規格幹線道路である。県王道、県王と略される。高速道路ナンバリングによる路線番号は C4 が割り振られているが、戸塚市線の内へインターチェンジ、ジャンクション、戸塚インターチェンジ間に限り E66 が割り振られている。東京都心から40の60キロメートル圏内の神奈川県の横浜市、厚木市、相模原市、 東京都八王子市、埼玉県川越市、茨城県つくば市、千葉県成田市、茂原市、木更津市などの東京郊外の諸都市を結ぶとともに、複数の放射道路を相互に連絡する。首都圏の三環状を旧放射の一番外側の環状道路である。法律上では、海老名 IC 付近の一部区間を除くほとんどの区間が高速自動車国道ではなく、 一般国道の自動車専用道路の扱いとしている。2017年2月26日時点で、県央道として、茅ヶ崎 JCT 対英ジャンクション間、松尾横芝インターチェンジ木更津ジャンクション間が開通しており、ネクスコが管理、運営を行っている。なお、久喜白岡ジャンクションつくばジャンクション、つくば牛区インターチェンジ対英ジャンクション、 松尾横芝インターチェンジキサラ東 IC の区間は暫定に車線での開通となっている。また未開通区間については、ネクスコと国土交通省が共同で建設、整備を進めている。このうち、藤沢インターチェンジとアキルノインターチェンジを境として、西側の藤沢インターチェンジアキルノインターチェンジ間をネクスコ中日本が、その他の区間をネクスコ東日本が、 それぞれ建設、管理を担当している。一般国道の路線を指定する政令及び、一般国道の指定区間を指定する政令に基づく、一般国道468号の概要は以下の通り。ただし、一般国道の路線を指定する政令の道路線は1992年4月3日の制定当時のままであり、同政令も二千四年三月十九日以後、 改正されていないため、以下の項目において合併など、市町村名の変更は反映していない。エビ波南 JCT エビな IC 間は、国道468号ではなく、第一東海自動車道とされており、道路規格は基本的に変わらないものの、境界部には、ここから一般有料道路、ここから高速自動車国道の標識が設置されている。詳細は、 横浜環状南線出入り口などを参照詳細は横浜湘南道路出入り口など及び新湘南バイパスインターチェンジなどを参照首都圏中央連絡自動車道の今後の開通予定は以下の通りである。環状道路は目的地ではない都心よりを経由せずに他の地域へ向かうことができる。国土交通省は交通渋滞の緩和による物流の円滑化、 観光振興などに効果があったと分析している。埼玉県は2005年に本格的に始めた企業誘致の件数が2018年9月末までに目標の1000件を超え、県王道の効果が大きかったと発表している。アキルのインターチェンジを埋めインターチェンジ間にかかる土地、収容法上の事業認定取り消し訴訟、編集アキルのインターチェンジ付近の事業認定をめぐって、 東京地方裁判所平成12年第349号事業認定取り消し請求事件を第一審とする行政訴訟が提訴された。一審では市民団体よりの判決を多く出していた藤山正幸が裁判長を務め原告側の請求を認め土地収容法上の事業認定を取り消す判決が下った。この判決に対し行政側は 東京高等裁判所へ2004年4月27日に控訴した。二審の平成16年、第205号事業認定取り消し、収容採決取り消し請求控訴事件においては、行政側が逆転勝訴し、裁判は終結した。高尾山天狗裁判、編集八王子 JCT 高尾山インターチェンジ、館に関し、平成14年、 第296号等の事業認定の取り消しを求めた行政訴訟が起きた。原告は、高尾山周辺や八王子城市付近の環境破壊、税金の無駄遣いを理由として、県王道高尾山トンネル建設に対し、団結小屋の設置など、激しい建設反対運動が起き、行政機関を提訴したものの、行政側が勝訴し、裁判は終結した。県王道には、 サービスエリアは設置されていない。計画当初は高田紀子パーキングエリアが SA の予定であった。また、高田紀子 PA と江戸崎 PA には売店は設置されておらず、公衆便所、飲料自動販売機のみが設置されている。売店は厚木 PA、佐山 PA、勝負 PA に設置されており、このうち厚木 PA の売店は24時間営業である。 江戸崎 PA と勝負 PA の間の距離は七十六キロメートル、江戸崎 PA と東北道羽乳 PA の間は八十六キロメートル離れており、この間には休憩施設が設置されていないため、利用者から不満が上がっている。また、厚木 PA と佐山 PA 間は五十キロメートルにわたって休憩施設がなく、これはネクス c o 中日本間内で休憩施設間の距離が 最も長い。ガソリンスタンドは、勝負 PA のみの設置で、県王道を経由して 100km 以上にわたって、ガソリンスタンドがない区間が複数あり、周辺の各 SAPA では、県王道の利用者に対して、ガス欠防止のため事前給油や休憩を促す、標識やポスターを設置している。今後、2024年度までに予定されている区岸田岡、 ジャンクション、大ージャンクション間の4車線化に合わせて、バンド p a が整備されるほか、大ージャンクション松尾横芝インターチェンジ間の、開通を見越して、新たな休憩施設として神崎 PA、PA 設置の候補箇所として、松尾横芝インターチェンジ三部なる島インターチェンジ、間の千葉県三部市付近が挙げられている。なお、ETC2.0 搭載車対象の休憩施設一時、 体質実験が2018年3月24日より5カインターチェンジ付近にある道の駅5カで行われている。久き白岡ジャンクションキサラズジャンクション間は対面通行ここでは県王道として開通している区間について述べる。ハイウェイラジオ編集ネクスコ東日本関東支社館内の各局ではコールサインはハイウェイラジオ県王道と放送される。 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成渋滞、編集開通区間の延伸に伴い交通量が増大しており、それに伴って各所で渋滞が発生するようになっている。このうちエビナ JCT では JCT 内の車線減少区間がボトルネックとなり、内回りが慢性的にエビナ IC 付近まで渋滞しており、 ネクスコ中日本では暫定的に白線を引き直して車線を増やす対策を行っている。また、八王子 JCT では以前本線部分の一車線となる区間がボトルネックとなり、交通量の多い時期に渋滞が発生することがあったが、2017年12月20日に内回り、外回りともにに車線化された。さらに、 区岸岡ジャンクション大英ジャンクション間の暫定に、車線区間では2017年2月26日の区岸岡ジャンクションつくばジャンクション間の全通を機に交通量が大幅に増加し、不可車線の車線減少部を先頭とする渋滞が多く、発生して運転手から日本一混雑している暫定に車線との指摘も出ている。 区間によっては4車線化目安となる24時間、交通量1万台の2倍の2万台を上回る区間もあり、休日の午前中には、外回りの坂ドインターチェンジや上層インターチェンジ、夕方には、網東インターチェンジ、筑波中央 IC、坂ドインターチェンジ、サッテインターチェンジなどを先頭とする渋滞が発生しており、この内内回りの札幌インターチェンジ付近を先頭と、 する渋滞は、平日の夕方にも発生することがある。このほか週末や休日を中心に、東名の伊勢原バス停、中央道の小仏トンネル、関越道の高坂サービスエリア、東北道のハブ PA、常磐道の土浦北インターチェンジなどを先頭とする、他の高速道路の下りの渋滞が接続する各、JCT を過ぎて、県央道へ最大でキロメートル前後伸びてくる。 こともある。突起のない限り料金は普通車のもの。1トルあたりの料金及び、固定額は消費税抜きで記す。藤沢インターチェンジ茅ヶ崎 JCT 間については、新湘南バイパスを参照。エビ並南 JCT エビの IC 間を除き、一般有料道路であり、4 0トル以下の区間では1トルあたりの、距離単価が3440円と、 高速自動車国道の大都市近郊区間に比べてかなり割高になっており、首都高速道路経由で利用する方が、県央道を利用するより通行料金が安くなっていた。県央道とその内側で料金水準を統一する方針により、2016年4月1日、高速自動車国道大都市近郊区間と同じ料金水準に変更された。ETC 時間帯割引。 編集茅ヶ崎 JCT 区岸白岡ジャンクション間、時間帯割引は2007年6月23日に開始された。大都市近郊区間扱いのため2015年5月現在は深夜割引のみを実施。休日割引は対象外。休日特別割引及び休日割引は割引後料金が最も安くなる経路で料金計算を行う。このため 休日特別割引の上限1000円が実施されていた。当時、八王子 JCT 関越道東松山、インターチェンジ間を通過する利用では、上限1000円のみで済むことがあった。久喜白岡ジャンクション木更津ジャンクション間2007年8月、木更津東 IC 木更津ジャンクション間で、社会実験として深夜割引、通勤割引が導入された。2008年度末から、 その他の共用済み区間でも高速道路、利便増進事業を活用して開始された。利便増進事業の割引財源がなくなった2014年4月以降は、深夜割引と休日割引を実施している。通勤割引の後ろ身である平日朝夕割引も対象になる。ETC2.0 限定割引、編集 ETC2.0 を使用して、より賢く使うため、 ETC2.0 搭載車に限定して適用される割引が2016年4月1日から実施されている。なお、これらの割引は料金所通過時の料金通知には反映されず、請求時に割引後料金となる。ETC2.0 割引高速自動車国道、普通区間と同じ料金水準に割引給料金を上回る場合は適用されない。 時間帯割引の重複適用はない。平日朝夕割引の要件も満たす場合は、付与される還元額から、本割引による割引額が減じられ、最大20%引き、大口、多頻度割引の対象道路に追加 ETC2.0 社に、限り、圏央道も大口、多頻度割引の対象道路とする。圏央道特別割引、連続利用割引、 編集高速自動車国道より割高であったため、料金差、割高感を緩和し、環状道路として有効活用するために、以下の ETC 割引が2016年3月31日まで設定されていた。2007年8月に開始された社会実験割引が発展したものである。なお、2016年4月1日以降は、 これらの割引が適用された料金を上回らないよう、激変緩和措置としての割引が設定される。圏央道特別割引圏央道西側の高速自動車国道間を通過する場合、圏央道分に適用。圏央道経由と首都高経由の二通りの経路の距離が同程度となる区間において、普通車料金で圏央道経由の方が安くなるようにする。 料金が逆転することを防ぐため、県王道のインターチェンジ発着となる場合にも、一定額の割引が適用されることがある。時間帯割引、連続利用割引の重複適用はしない。2007年8月に、社会実験割引、県王道全線利用割引として開始。2009年5月13日から、事業許可上は、特別区間等における割引として、実施。 発着インターチェンジの制限がなくなった。2014年4月1日から独立して、現名称になるとともに、割引額が改定された。県王道連続利用割引県王道の各インターチェンジと高速自動車国道の県王道より内側にあるインターチェンジ、または外側一インターチェンジとの相互間の利用で、高速国道分を150円引き。 これらのインターチェンジよりさらに外側の区間を通行する場合は割引対象外。時間帯割引、特別割引の重複適用はしない。斜め文字は2021年現在通過予定の自治体である。カマリア JCT 坂井インターチェンジ、JCT 戸塚インターチェンジ間坂井インターチェンジ、JCT 茅ヶ崎 JCT 木更津ジャンクション間。ありがとうございます。